イッポリット・ベランジェはフランスの画家、版画家である。軍事に関する版画、絵画を制作した。パリで家具職人の息子に生まれた。リセ・インペリアル・ボナパルトで学んで商売をしばらくした後、1816年に画家、アントワーヌ・ジャングロの工房に入った。当時、グロの工房では、リチャード・パークス・ボニントンや、ウジェ・ヌ・ラミ、カミー・ユロク・プラン、ポール・ドラ・ローシュラが学んでいた。 同じくグロのもで学んだ8歳年上の版画家、画家のニコラ・トゥ・サン・シャルレと友人になり、二人はロマン派の画家、テオドール・ジェリコーの作品に惹かれていた。後に、シャルレとベランジェは19世紀半ばのフランスを代表する戦争画家となる。シャルレの影響で、ベランジェも版画に取り組み、1823年から1835年の間に15冊の版画集を出版し、 軍事をテーマにした版画は人々から人気を集めた。版画から徐々に絵画を好むようになり、1822年のサロンドパリに初めて出展し、1824年のサロンでは二等メダルを受賞した。7月を聖火でナポレオンの人気が復活していた1838年のサロンにエルバ島から帰還したナポレオンを出展し、大きな成功を収め、この年、 レジオンドヌール勲章を受訓した。この作品を自ら版画にして出版し、さらに戦争画の大作を描き、戦争画家としての評価を確立した。1837年からノルマンディのルーアンに住み、ルーアン美術館の学芸員も務めた。1857年にパリに戻った後はフランス第二帝政時代に起きた、戦争を題材に描いた。クリミア戦争を題材にした。 版画集も出版した。ありがとうございます。